エヴァンハンターとして、エド・マクベインは、アメリカの推理小説作家。エヴァンハンターなど別ペンネームが多数ある。代表作に、87文書シリーズ、ホープ弁護士シリーズがある。1986年に、アメリカ探偵作家クラブ、巨匠賞。1998年に、英国推理作家協会、ダイヤモンド・ダガー賞を受賞している。ニューヨークのイースト・ハーレムに、 イタリア系アメリカ人として生まれる。生まれた時の名前は、サルバトー・レロン・ビーノだった。若い頃は、ジャズミュージシャンにも憧れたが、やがて画家を志し、奨学金を得て1943年に、美術系の学校クーパー・ユニオンに進学する。だが、自身の才能のなさに気がつき、1944年に、海軍に入隊する。太平洋戦争終結後は、 日本にも滞在した。兵役の間に読書に目覚め、自身でも小説を書いて雑誌に投稿し始める。1946年、ハンター・カレッジ・ブロンクス校に入学し、創作を学ぶ。1950年に卒業し、9月にブロンクス職業訓練校の教師となったが、12月に退職する。作家のエージェント会社で働きながら、リチャード・マーステン、カート・キャノン、 ハント・コリンズ、エズラ・ハウン等のペンネームでパルプマガジンに短編を発表する。1953年にエージェント会社から独立する。1954年に職業訓練校時代の経験をもとにエヴァン・ハンター名義で暴力教室を発表する。この作品は翌年には映画化もされ一躍人気作家になった。アメリカ社会ではイタリア系は 差別されている時代であり、この際に本名もエヴァン・ハンターに変えた。1956年、エド・マクベイ名義で87文書シリーズの第1作、景観嫌いを発表する。ニューヨークをモデルとした架空の都市アイソ空を舞台に、中心人物のスティーブ・キャレラ刑事以外にも多くの、 警察関係者たちが登場して活躍する物語で、警察小説というジャンルの代表的なシリーズとなる。以降の小説やテレビドラマ、映画などに大きな影響を与えた。第10作、キングの身の白金は黒沢明監督によって映画化され、天国と地獄となった。クレアが死んでいるは、市川根監督の幸福の原作である。マクベインは、生涯、 87文書シリーズを書き続け、第56作、最後の戦律が遺作となった。2005年7月6日、口頭眼のため死亡した。その他の作品に、童話、童謡をモチーフとし、家庭内の悲劇に対面する弁護士を描く、ホープ弁護士、シリーズ13冊、カートキャノン名義で発表した、同名の酔いどれ探偵が登場するシリーズ2冊などがある。 1958年には、クレイグライスの未完の長編、エイプリル、ロビン殺人事件に保湿して完成させている。また、エヴァン・ハンター名義では、映画化された作品、会う時はいつも他人、去年の夏等があり、アルフレッド・ヒッチコック監督の映画、鳥の脚本も担当している。ありがとうございます。